パップスのホームページで一部のページへのリンクが削除されるという事案がありました。念のため振り返っておくと、東京都は若年被害女性など支援事業で、コラボ、ボンド、パップス、若草の4団体に事業委託をしています。この4団体のうちの一つ、パップスのホームページのメニューから、なぜか活動年表にだけアクセスができなくなりました。他のページはアクセスできるんですが、なぜか活動年表だけクリックしても飛びません。都合が悪いから隠蔽したのではないか、という意見もある一方で、隠蔽というよりはホームページの作りが雑だから、単に更新に失敗しただけではないか、という意見もあります。なお活動年表へのリンクが削除されただけで、活動年表のページ自体は残っていて、普通にアクセスできる状態です。何がしたいのかよくわかりません。NPO 法人パップスは、性的搾取に終止符を打つ活動をしています。性暴力や性産業での相談支援や、本人の意思に反して拡散された性的画像の削除、アウトリーチ活動などを行っているそうです。パップスのホームページのお知らせニュースを見て、私は衝撃を受けました。なんとこの団体、バイスの取材を受けています。バイスについては過去動画で取り上げています。概要欄にリンクを貼っておきますので、詳細を知りたい場合はそちらで確認してください。簡単に言うとバイスとは、二刀流目の3でもびっくりするレベルの、海外のヤバすぎるポリコレメディアです。バイスはバリバリの表現規制派であり、そのためには凄まじい印象操作を平気でします。例えば日本の漫画作品を貶めるような動画を作り、日本からアクセスできないように設定した上で、YouTube に投稿したり、日本人が反論できないよう、そして日本で炎上しないように対策して、印象操作をした情報を発信しているという非常に悪質なメディアです。とてもじゃありませんが公正なメディアのやることではありません。パップス理事長の金尻和奈様はポリコレメディアのバイスの取材を受けています。戦術の動画の低評価の推定値はこんな感じです。コメントもしっかりオフにしていますね。やさぐれメタル師匠を彷彿とさせる印象操作です。こういう悪質なメディアの取材を受けるのがパップスという団体です。なお2022年6月5日の沖縄タイムスの記事では北原みのり様はパップスの副理事長とタイトルにはっきり書かれています。しかし現在はなぜか、パップスのホームページからは、名前が削除されています。なんで消したのでしょうか？なんかまずいことでもあるんですか？これは拡散しないといけませんね。高評価が多いと動画がおすすめに表示されやすくなるらしいので、ぜひ高評価を押して拡散に協力していただけると嬉しいです。パップスに関して、村西徹様はこのようにツイートされています。パップスは、AV 削除要請に取り組んでいる、とあたかも自分たちだけの成果のごとくに誇示するが、AV 人権倫理機構はとっくの昔の、2018年2月から取り組んでいる、それも丸々守る人は違い、無料で、建前とは違って、AV 女優の海外サイト削除の協力要請の願いに応えず、ブロックして逃げた理由は何か。パップス理事長の金尻和奈様もなかなか強烈ですね。アーカイブイズという魚拓サイトの削除依頼のメールを、なぜかまとめ種様に送りつけて、無関係の削除依頼を何度も送りつけてこないでください。他方面に迷惑かけすぎですと苦言を呈されています。多分魚拓サイトのシステムを理解していないんでしょうね。まとめ種様はこのようにツイートされています。このパップスの、金尻和奈って人本当に何も確認しない人で、以前は名前が似てて間違いました。と別の方への削除請求もしてきました。無関係の女優さんの作品のページ等に削除依頼かけてます。業務妨害では、昔からまともに確認せず業務されていて、今も改善されていません。というわけで、パップスもネタにはこと書かないっぽいです。最後までご視聴ありがとうございました。